なんでだろうな。そいつは大変だったな。へえ、そうだったのか。俺にはさっぱりわからねえが。なんだよ、まだ怒ってるのか。え？俺が真剣に話を聞いてないって？いいじゃねえか、あんな奴なんか。どうせその程度だったんだろ。忘れちまえって、そんな奴。もっと楽しいこと考えようぜ。ったく、手間がかかるやつだな、お前は。ほら、もっとこっちに来いよ。顔を上げろって。そうだよ、ほっぺだよ。涙の跡がついてるって。何？大きなお世話だって？俺がお前のことをほっとけないってことくらい分かってるだろ。なあ、人間というのは面倒だな。命が短いって分かってるくせにトラブルばっかり起こしやがる。お前もそうだな。俺と一緒にいりゃいいのに、いつも遠くに行っちまう。でも、そんなお前が俺はいいんだ。泣いてると思ったら笑って、笑ってると思ったら泣いて、悔しがって嬉しがって寂しがって楽しがって、なんでだろうな。そんなお前を見ていると、俺がしたいことを全部我慢しても、俺が欲しかったものを全部誰かに取られちまっても、ちっとも惜しくないって思えちまうんだ。だから、どんなにお前が無理難題を俺に言っても、俺はちっとも嫌じゃない。月が欲しいって言われたら、お前を乗せて飛んでいく。そしたらお前とずっと一緒だ。それって幸せだと思わないか。なんでだろうな。俺には幸せって意味はわからないってのに、お前と一緒にいるとなぜかそう思っちまう。ほら、見てみろよ。もうじき月が昇る。俺の背中に乗ってみるか。